はい、どうもこんにちは、アルチです。今回ですね、キングアンダーザマウンテンというゲームやっていきたいと思います。このゲームですね、現在キックスターターで資金調達をしている開発中のゲームですね。まあ開発中なんですが、以前からですね、1.io というサイトで、このね、プレアルファ版が遊べるので、まあ知っている方もね、いるかもしれませんね。ジャンルとしてはシミュレーションゲームで、この中世ファンタジー上の世界で開拓者をね、率いて、開拓してどんどん街を作っていく、まあコロニービルドゲームですね。やっていきましょうか。ランダム生成なんだよね。こうやってまあそのアートデザイン的に言うとリムワールドみたいな感じのこの構成で始まって、まあ木を取ったり、こういうね山を削ったりして、いろいろ集めていくわけですね。やっていきましょうか。まずは UI はね、まだ開発中なんで簡素ですね。左下に3つあって、あと右上にこの、日にちとかの、あとゲーム速度いじったりする部分があるくらいかな。オーダー、まずマインですね。これはこう山を採掘する作業ですよね。いろいろあるんで、ちょっと掘っていきましょう。で、このチョッパーは木をね、切るコマンドですね。で、クリアはこういう、なんだろう、草かなを取るコマンドだと思いますね。まあ、ブッシュなんで茂みですね。で、このゲームね、開発中なんで、もちろんですね、こういう、まあ、バックグラウンドの BGM はありますけど、この、掘ってる時とかの効果音ですね、はまだないですね。で、キックスターターの方ではですね、13ユーロ、まあ、1700円ぐらいになるかな、を払うと、その、アルファ版ですね、このプレアルファ版の、まあ、次のバージョンかな、が来た時とかにそれ遊ぶ、まあ、多分ダウンロードリンクとか送られてくると思うんですけど、そういう権利と、あとはその Steam のですね、キーがね、届けられる、その最低の条件が13ユーロですね。まあ、そのバッカになればね。で、お届け日はね、来年の2月になっていたので、その Steam 版はね、来年の2月くらいに来るのかなと思いますね。で、まあ結構先の長いゲームなんで、そのアルファ版の時期とかに応じて、まあ、段階的に作られていくゲームですね。さあ、まずはね、まあ、ゾーン指定ですね。まあ、もちろんゾーンがあるので、これを指定しておいていくわけですよ。このリソースが、こういう出てきた石とかですね、木とかあるので、この何もないとこにこう置いていきましょう。まあ、この範囲リソースですかね。まあ、まだまだ増えるんでね。あとはツールですね。ツールはあるのかわかんないけど、結構使うと思うんで、この辺かな。次はこれ種ですね、作物とかの。まあ、この拠点近くに置いときましょう。畑もね、準備しましょうか。まあ、夜はちょっと飛ばしましょう。ゾーン他には、メスナリ、これは石を砕いて、加工する場所かな。ベッドルーム。フェスティングホール、これは食べる場所ですかね。キッチンもありますね。プレスホルダー、メタルワーク。ここはインゴットとか作る場所ですかね。まあ、こういう、なんだろう、普通の石を加工する場所と、こういう原石を加工する場所で多分違うんでしょうね。で、このサウミルは、これは、プランクを作る場所だね。大体の場合。あと、ファーム畑なんで、これやりましょうか。これ、大工系のものですよね。ツール、こんだけありますね。まずはちょっと、この草むら、取りますか。邪魔なんでね。で、開発中なんで、こういう人とかは多分、その、名前とかは多分ないでしょうね。あ、名前はありますね。とはいえ、なんか年齢とかそういう、モラル的なやつとか、そういうパラメータはまだないですね。まあ、インベントリーに何を持っているか、職業は何かとかも見れますね。さあ、種は、トマトの種と、ホップスの種と、ホップスか。あと、ベリーですかね。ポテトとトマト植えようかな。トマトでかいんで、ちょっとトマトゾーンを先に指定しちゃいましょう。まあ食料いるかわからないですけどね。この多分バージョンだと人知らないと思うんですよね。さあ、こんだけもう掘れたんだ。早いね。結構出ましたね。ちょっともうちょっと掘りましょう。反対側つなげようかな。まあ、こういうとこ部屋にしたいですね。
こういう場所を使って部屋とか作ろうか。まあまずベッドルームいりますからね、寝るためには。寝るんですけど、もっとね快適に寝てもらうためにベッドルームから作りたいですね。まずこんだけね、集まったので加工する場所を作っていきましょう。一応中に作ろうかな。まあ、ちょっとつなげていきますか。こうつなげて、この辺部屋作ろうかな。ここから直でつながっている加工場みたいな。まず掘ってもらいましょう。まず反対側つなげましたが、特に何もないですね。マイナーは3、4人しかいないんですね。まあ、ツールの数ですかね。ツールこんだけありますけど。多分、ピッケルかな、持っていくとお前なんだと思うんでね。マイニングは彼らがやってくれると。結構取りましたね。広いね。さあ、畑もできましたね。植えてる様子ないけど、あ、まだ指定してないのか。トマトにしましょう。トマトとか、ポテトとかありますね。トマトからやりましょう。植えてくれるかな。種だけ消えましたね。赤い種の袋がトマトだったと思うんだけど。他はあるかな。多い順に埋めたいですね。埋めるなら。これか。あ、埋めてますね。よしよしよし。じゃあ、それが終わったら次の畑も準備しようかな。さあ、ここね、部屋にするので、このドアですね。置いてみましょう。ストーン。綺麗ですよね。ウッドで。作りましょう。さあ、夜が早いですね。もう5日経ってるんですか？明かりとかないんですかね。ちょ、まず先にここゾーン指定しようかな。これか。これが必要だってことですね。あ、ランタンありますね。これさ、中こうやって置いていこうよ。まあ、ただこうやってマウスで置いたとこ明るくなるんでね。あ、結構でかいですね。2個置いとこうかな。テーブルいるんですか？テーブルもね、2個置きましょう。よし、これで明かりとか置けたんじゃない？だいぶ置きましたね。何がいるかさえ分かってないんですけど、置きまくったんで。さあ、この最初ある開拓の資源使ってやったっぽいですかね。まあ、ここでこの汚い粘土質の石かなを加工できると思うんでね。あ、両方やるのか。これはアンカットジェムですかね。これも使っていくと。さあ、次ゾーンですね。ファーム増やしましょう。60個くらいの種で半分くらいなんで、こんくらいでいいのかな。さあ、加工どんくらいですかね。ちょっと来てもらって。あれ、来ないですね。うん、持ってきたね。すぐやらない場合もあるんだ。あ、そうだね、ベッドルームちょっと作りましょう。こことかいいかな。ちょっとですね、人口が20人くらいいると思うんで、半々くらいでやろうかな。この大きさですね。とここかな。ここ2箇所使いましょう。で、またキッチンとかも作りたいんでね、ちょっと山を掘って作りましょうか。壁とかはこういう加工したやつを使うんでね、あんまりないと思うんですよ。おじいちゃん2人が、これ職業的にストーンマーソンって言うんだ。へえ、になってやるわけですね。畑、これはですね、どれだっけ、この2つ袋がある。ホップスか、これにしましょう。さあ、夜ね、今みんなこうやって寝ますけど、持ち場でね、これからちゃんとベッド来るんでね。さあ、もうすごいストレージが
圧迫すごいですね。加工石1個持ってきて1個作るってペースなんだね。割と時間かかるんじゃないか。まあ作るなんか指定するタイプじゃないんですね。まあその持ってきて勝手にやってるんで、こう普通の石の場合もあれば、こういう特殊な石の場合もあると。できたね。よし、ここをですね、まず第一のベッドルームにしましょう。まあ、並べるんで病院的な感じになるんじゃないかなと思いますよね。あー、ちょっと10人もいけないかな。これはベッドルームですね。10人一応僕もね、無理やり寝させると言った場所ですね。いやー、でもちょっと強引すぎるかな。8人にしましょう。まあ1家族1家族的なね、割り当てかな。じゃ、こういうなんか加工できそうな石が多いんで、そういう場所も作ろうかな。ちょっと通路沿い置いていきたいですね。ランタンも置きまして、ランタンは何を使ってるのかな。なんか手作業でやってるんでいらないのかな。簡単に作りますね。おベッドできましたね。なんか色とりどりだな。寝てる人によって色が変わるんかな。寝ましたね。足りないですね、全然ね。外でまだまだ寝てますね。ここもできましたね。ここにいっぱい置くか、じゃあ。間隔を空けて置いていきたいね。ここちょっと家族的な ダブルベッド風にしよう。何人くらいいるんだろう。これ人口数ね、養えればいいですけどね、ここでね。テーブルいるかな？テーブルの使い道がわかんないですね。一応どっか置いてなかったっけ？置いてますけど、何か置くわけでもないですからね。ここになんかゾーンで、こうするのかな？いや、無理だよね。もうゾーンですからね、そこは。そこに鉱石を置けるようにすれば使えると思うんだけど。一回そうしてみようか。ゾーンから外して。で、こう、素材系ですね。のゾーンに入れると。これどう？ 置けたら早いですけどね。さあ、ベッドはなかなか進まないですね。ないのかな？あ、木がなくなってますね。木ですか。ちょっともう、野ざらしでいいんでしょ。この辺かな。近場の方がいいかな。なかなかエリア広く取ったんで、ないですね。おりや。みんなの前でね。このカッターベンチとテーブルいらないまでありますね。あ、テーブルどこにでも置けますね。ってことはいらないでしょう。よし。さあ、ここをちょっとストレージにしてみたんですが、まあ、お気に入ってないんでわからないですかね。さあ、ここで木を持ってきて加工しますね。ここでベッドが作れると思うので、ちょっと木もね、取りましょうか。一気に取らせようかな。さあ、一応今サマーらしいですね。まあ季節の概念は特にないでしょうね、まだね。さあ、ベッドこれでも色とりどりだね。このプランクが増えるほどってことですよね。で、ここにですね、この
メタルワークス置いてみようか。こんだけありますからね、どれかを加工すると思うんですよ。まだまだ増えますしね。さあ畑どうですか。成長度 48% ですね。残りの種は、あのこれ若干余ってるよ。半分しか使ってないですよ。どうした、ファーマーが手抜いてますね。まだポテトも言うてありますよ。これはトマトか。ポテト分作ろうか。ポテト分ね、これ先に指定しておきましょう。まあ多分職業に応じてなんか仕事が変わるってわけじゃないんでしょうね。みんな同じような作業してるんで、そこで人で使っちゃってるんでしょうね。さあこれですよ、作りましょう。でも焼いてです、焼いてそれをまあ叩いて加工する的なものがいるわけですね。テーブルは一応置いておきましょう。扉はね必須ですね。多分ね木より石の方があるんで石にしましょう。ストーン系ですね。さあさあさあ、どんどんね進みますね。お、持ってきてますね。これはできるんですか。反対側のように見えるんですけど、これメタル持ってきましたね。やってるかな。おお、何これ、砕くのかな。あ、持ってきましたね。ちゃんとできるんだ。これ放置されっぱなしですね。これはインベントリーにスティーリングとか2つあるだけですね。で終わりみたいな。さあベッドは徐々にできてますね。ここのねみんなが頑張ってるおかげですかね。畑も成長している。これ種って最初の1個分で終わりなんですかね。これが成長しきったらどうなるかちょっと楽しみですね。まだキッチンすらないんですけど、あ、それも作りますか。あと作ってないゾーンは、まあそういうキッチンとかまだ無理なんで、それで考えるとこれですね。大工系なのかな。掘りましょうか。まだまだ奥まで行けるな。掘ろう。あ、そっちからやっちゃうんだね。ベッド色とりどりですね。黒いベッドいいな。さあ石の加工系のものは結構ありますね。これちょっとですね、普通に家とか作りたいですね。家というか、まあしっかりとしたこういう掘ったバージョンじゃないやつですね。どれくらいいるんでしょうね。この四角い形、多分家タイプのものですね。これを置いてみましょう。まあそのために加工してきたとこあるからね。扉分考慮して1個外しとこうかな。2個外すか。これ持ってきて置いていくわけですね。1個あたり何？ 3 個ですね。足りそうですね。どうぞどうぞ。結構減りましたね。ものすごい距離使いましたね。あ、作り始めたよ。3個あれば作るっていう感じか。あの大工なんですかね。よし、ちょっと取っ払って。掘りましたかね？あ、いいですね。お、こいつ、なんか色に合わせるのかな？赤ひげで赤いベッドですね。絶対影でなんかあだ名つけられてんじゃないか？よし、ここだ、ここ。ここに、
これを置いたらそういう作業系のものは終わりですね。さあ、まあみんなでやるんですぐですね。よし、指定しましょう。これもまあワークベンチ系ですか。まあ1個でいいですかね。ランタンもっといるね。外も来ますか。この辺いいですね。もうちょっとでできそうですよ、家がね。よし、こんなもんでしょう。さあ何作るんでしょう。まだ完成してないか。さあ運びますね、どんどんね。うわ、普通にしゃあんまないんじゃないか。ここでそういう石を砕いてるのが分かるんですよね。砕いたやつはなんかインゴット的なやつどこにあるの。これかな、アイアンインゴット。少しだけありますね。でいつの間にかこのかまどみたいな、かまどじゃない、鍋かとか作られてますね。作業工程みたいですね。おっ、こっちのベッド完成してんじゃん。あとここだけですよ。これ野宿する人ほぼいないんじゃないか。お、できましたね、家。お、いいねいいね。床は変えられないと思うので、まあ仕方ないですけどね。こキッチンとかいいかな。これ収穫したかな。お、収穫間近じゃない。ここはキッチンだな。何これ、ウォーターバレル、水ですよね。おーと、鍋はあったよね。キッチンの、加工場か。ランタン、テーブルはいるかな。そして、もう一つはね、このフェスティングホールですか。これ置きたいですね。あ、これインゴット置いてますね。インゴットで作るんだ。さあベッド若干足りませんけどね。これで一通りできましたね。キッチンはあとはこれか。モアウッドバレルがもうちょっとあればいいのかな。それが埋まってますね。ウッドバレルって何なんだろう。バレルの素材かな。そこはどこで作るんだ。ちょっとみんなの状況を見ましょう。あ、なんか持ってきたね。これで作るんじゃないか。ここはね、大工系なんで、その可能性がありますね。お、作ってますね、これはね。お、できたできた。これか。ちょうどいいタイミングで作りましたね。いやいやいや、なるほど。こういう感じで進むわけですね。お、この草にですね、生えてますね。いろいろ取りましょう。取るときは一気に取りましょう。収穫早いかな。ポテトもちゃんと植えたんですね。種は、あとはまあ少量、トマトが結構ある。あ、トマトもこれ、2回目入るんで、そこでやるんじゃないかな。まあ、キッチンはできましたね。インベントリー、ウォーターが4。まあ、水を持ってきて入れていると。加工みたいですね。料理の過程か。ちょっと、そういう生物入れる場所がないので、作りますかね。お、やってるやってる。あ、水を持って行って。あ、置いた。あ、そうか。あのバケツで水を持ってきて入れたんだね。
そう、収穫はしてると思うんですよね。これ、あれ、まだまだ、いや、でも、今収穫しましたね。それがどこに消えたかわかんないけど。水をまた持ってきましたね。料理はできないのかな。これがその場所ですよね。まだしてる感じないですね。ベッドまだできてないじゃん。なんかプランクのタイプ違うとかありそうだよね。木のタイプ選べるんですよ、作るときに。そのタイプ違いもありそうだよね。こんだけあって作れないもんね。回ちょっと消して、まあそのタイプ違いならあるやつに勝手になるんで、やればそれで作らせようか。ちょっと白っぽい木ですね、白樺みたいな、そういう木で作るのかな。さあ、扉を置いて、ここはね、食料保存庫ですね。よし、完成。さあ、トマト。あ、種めちゃくちゃありますね。収穫を終えたかな。トマト自体どこにあるかわかんないですけど。調理されたんですかね。まあ、彼なんか今食料必要としなさそうなんでね、大丈夫そうですけど。この辺は多分じゃあね、機能しないですね。収穫しても意味なそうなんで。みんなそっち行っちゃうんでよくわからないのか。そう、だいぶね、コロニーとしてはできましたね。まあ、その、製品版とか、アルファ版ができた時とかはこういう感じで作っていく。で、さらにパラメータが乗るわけですね、こういうのね。まあ、ベースとしてはね、もうこう木を取ってきて加工したり、石を取ってね、加工したりして、こういうね、家を作ったりすることができると。まあ、ビルドはこんだけしか種類ないけど、もっと増えますよね。まあ、UI とかまだまだ変わっていくと思うので、まあ、これがね、開発中の、この段階でできるものですね。まあ、これが今ね、キックスターターの方で資金を募っているので、多分成功すると思うんですけど、アルファ版とかね、やりたい方はね、バッカーになって、やるのがいいですね。とりあえずね、ここまでにしましょうか。もうこれ完成形ですよね。畑もできて、収穫したし、まあ、そのキッチンもできたね。あと、この、フェスティングですけど、まあ、食べ物をね、食べる必要性がなさそうなんで、まあ、これちょっとじゃあ最後に軽く作りますか。このね、テーブルと、あ、そうか、食べるなら、見れるならいいですね。みんながここで食べるシーンを最後に見てみたいな。人数分用意できるかな。あ、間違えた。結構人数いるけど、人が見れないんで何人いるか分かんないですよね。20人くらいいると思うんだけど。テーブルはね、いるんですかね。まあ、等間隔に置いてみようか。これでちょっと待ってみましょうか。さあ、寝ると。お、マテウスありますね。トマトス トマトスか。トマトの入った箱でしょうか。置いてありますね。お、これ、あ、ここで調理したのかな。ここに置いてありますね。トマトをなんかそういう場に入れて、ここで完成じゃない、もしかしたら。その可能性ありますね。てか、ここは植えてないね。せっかく種がね、その収穫分あるのに植えてくれないね。さあ、とりあえずちょっとこれで完成ですよ。あ、赤いぞ。これはトマトじゃないか。トマト入ってますね。トマトスープが9個。ちょっとみんながね、ここで食べるのを見て、まあ、食べてくれればね、それで終わりたいですね。どう、みんな食べない？朝6時とかどう？来ないか。あるはあるんだけどね。
みんなが食べるためだけのテーブルもいっぱい置いたんだけどな。これ一部もしかしてこれ完成か。なんか違うやつ使ったんですね。ちょっと来るか待ちましょう。完璧に完成してね、トマトスープとやらもあるんですけどね。夜来ない、朝来ないってなったらもう食べないですよね。そういう欲求はないので、まあここまでできたってくらいかな。よし、今回ね、このキング・アンダー・ザ・マウンテンやりましたね。まあ、現在、キックスターターで資金調達中で、開発であるゲームですね。まあ、その、開発が進んだらですね、またやっていきたいと思いますね。まあ、これはそのベースの部分ですね、を今回ちょっと触ってみましたね。しっかりとね、そのシステムが乗れば、面白いゲームになりそうですね。とりあえずね、ここまでにしましょう。